昨日から輪島切子会館で始まった海のきらめき。色鮮やかな花などの映像が次々と投影されました。建物の外観をスクリーンに見立てるプロジェクションマッピングという手法です。会場では和太鼓の演奏も披露され、訪れた人は光の芸術との融合を楽しんでいました。すごく良かったです。何が良かったですか？太鼓もよろしいですし、後ろのマッピングもすごく良かったです。感動しました。輪島切子会館のプロジェクションマッピングは入場無料で今日も行われます。午後6時に最初の上映があり、その後6時半と7時の合わせて3回予定されています。